古代から明石は明石ゾウやナウマンゾウが生息する温暖な気候でした。古代の人々がこの地で暮らしていたことが遺跡や出土品から伺い知ることができます。古くから旅の要衝として栄えた明石。明石は畿内の西の端という位置づけで、明石の都あるいは明石大都と呼ばれ、多くの文人たちも訪れ歌や物語を残しています。万葉の歌聖と言われた柿の本の人丸もその一人で、旅の途中で立ち寄ったこの地で歌を詠んでいます。女流文学の傑作源氏物語でも明石は舞台となりました。作者紫式部は瀬戸内の穏やかな気候や明石海峡の美しい眺めなどに魅せられ、明石の巻を書き上げたのです。さらに敗聖松尾芭蕉も明石の風景をタコツボや儚き夢を夏の月と呼んでいます。こちらは明石公園にある明石城。築城からおよそ400年近く経つ今もその荘厳さをとどめています。紀春城という雅な別名で親しまれる明石城は、およそ400年前、江戸幕府2代将軍徳川秀忠の命により築城され、小笠原忠政が初代藩主となりました。明石城は元和5年、西暦1619年に作られました。山陽道と明石海峡を抑え、西国の外様大名に備える国固めの城とすることが築城の目的です。そのため親藩や譜代の有力大名が代々藩主を務めています。現在も残る東の辰巳櫓と西の羊猿櫓は、昭和32年に国の重要文化財に指定されているほか、その2つの櫓を含む明石城跡は国の史跡として指定を受けています。これは城築城当時の明石の城下町の地図。武家屋敷は中堀と外堀を囲むように建てられ、町屋は外堀と海との間に作られています。実はそんな城下町の整備は剣豪で知られる宮本武蔵が携わっていたとされているんです。武蔵による町割り、今でいういわゆる都市整備は、近世城下町の完成された形であったと言われています。明石は古代を知る手がかりとなる土器などが多く出土することでも知られています。山陽電車中八木駅の南、海岸線に伸びる屏風ヶ浦、その断崖から1931年旧人のものと思われる化石化した人類の腰の骨が発見されました。発見者は考古学者直良信夫博士。直良博士はそのほか目能の石片やナウマンゾウの化石なども採取しています。それらは古代から人や動物が暮らしていたという歴史を知る上での貴重な発見となっています。